ルッカ。ルッカは、イタリア共和国トスカーナ州北西部の都市で、その周辺地域を含む、人口約8万9千人の基礎自治体、コムーネ。ルッカ県の県都である。周囲4キロメートル余りを城壁で囲まれた城塞都市である。トスカ島で知られる19世紀の作曲家、ジャコモ・プッチーニの生誕地でもあり、旧市街にあるプッチーニの聖火は、 現在では、プッチーニ博物館となっている。隣接するコムーネは、以下の通り。ルッカは、エトルリア人が開いた町であったが、古代ローマによるイタリア統一の過程の中で、紀元前180年頃に、ローマの植民都市に、紀元前90年に、自治都市となる。工実する、円形闘技場も一世紀末に建設された。共和制ローマ期に、 第一回三島政治を組んでいたグナイウス・ポンペイウス、ガイウス・ユリウス・カエサル及びマルクス・リキニウス・クラッスス三者が、紀元前56年に、ルッカ海岸を開いた場所として知られている。西ローマ帝国を消滅させた、オドアケルや、東ゴートの攻略を受け、553年にはナルセス、率いる東ローマ帝国軍に再征服されるなど、多難な歴史があったものの、 ルッカは都市及び要塞として重要な役割を担った。七から八世紀にはランゴバルドの支配を受け、十から十一世紀には新生ローマ帝国のトスカーナ辺境白領の首都となったが、千百十五年に最後の領主マティルデ・ディッカノッサが没すると、都市代表権は千百二十年には市民に移り、以降は自治都市としてまた、イタリアでは珍しい。 市民が優勢を勝ちえた都市として自主独の道を歩んでいった。とはいえ複数の選手による支配も一時期経験している。後日14世紀参照。11世紀以降はコンスタンティノポリスと並ぶ絹の生産、交易地として繁栄を謳歌した。14世紀には1314年から1369年にかけて戦術したように幾人かの選手によって支配された。 中でも1316年から1328年まで、ルッカを支配した傭兵出身のは、城壁内の4分の1にあたる土地を地上げして、巨大な城塞を作るなどしたが、彼の死後に起こった市民による暴動の結果、後方もなく破壊されてしまった。ただし、支配していた時期は、政治的には安定していた、ともされている。また、その後もフィレンツェ共和国との構想。 ピサによる圧力などが続き一時弱体化はしたが、やはり絹織物の攻撃という強みがあったおかげで、復興し、以降はナポレオン・ボナパルトによる支配まで独立を保った。ちなみに、ルッカ共和国となったのは1370年で、その前年1369年にカール四世へ、貢物をし、自由を買い取ったという。また、1400年から約30年続いたによる、 統治時代も、グイニージ通り、グイニージ帝そしてグイニージの塔など、現在もその一族の名を残す影響があった点で、またその統治が安定していたということも特筆される。19世紀、ナポレオン・ボナパルトが、ヨーロッパの覇権を握っていた時代に、ナポレオンの妹、エリザ・ボナパルトは、ルッカ一帯を支配する、ルッカイコール・ピオンビーの大公妃となり、 1809年にはトスカーナ大公国の女大公に封じられたが、ナポレオン没落後にエリザも地位を失った。1815年のウィーン会議でルッカ公国となったが、1847年にトスカーナ大公国に再編された。イタリア統一運動における住民投票で1861年に成立したイタリア王国に組み込まれることとなった。 このようなルッカの歴史はイタリア統一まで独立を保ち得たと評されている。また、現在でもルッカ県の県都としてルッカは健在である。旧市街は紀元前2世紀に起源を遡り16世紀から17世紀にかけて整備された城壁で囲まれた街並みを今に残している幾度か拡張工事が行われている。詳細は工日の城壁武士を参照。 ロマネスク様式のバシリカ形式で建築されたルッカ大聖堂など中世の建物が見どころである後日の聖堂武士を参照。また、14世紀に建てられたグイニージ通り近くのグイニージの塔はルッカの街並みや周辺を眺められる格好の展望台となっている。現在も残る城壁の上部は緑の多い4 2トルにわたる遊歩道となっており、 散歩やサイクリングを楽しめる市民の憩いの場となっている。レンタル自転車屋もある。また、ローマ時代に建設された円形闘技場の遺構を利用した区画も珍しい、後日のアンフテアトロ広場武士を参照。ルッカの周囲を大円状に囲む城壁は、幾度かの改修、拡張を経て、現在の姿になったが、その起源は、ローマの植民都市となった。 紀元前2世紀まで遡る。第二主壁と呼ばれる、最初の拡張工事は12世紀末から始まり1265年に、終わり14世紀末から15世紀初頭に、さらに拡張された。第二主壁の段階で、工日のアンフィテアトロ広場や、サンフレディアの聖堂などの区画は壁内に取り込まれた。第三主壁は1 5 0から1645年、現在の城壁は、 第4世代で19世紀に上面を緑化し、遊歩道が整備された。現在も一部が残る、両方と方角は第3紙壁の頃に整備されたという。城壁は高さは約12メートル、土台の幅は約30メートルで、東西南北にいくつか門があるが、中でも北、南及び西にあるうち以下に上げるの3つ門は、彫像やフリーズで装飾されており、 記念碑的意味を持つという、三つの門の建設時期と方面を以下に挙げる。他には、当面のエリザ門、ポルタ・アリサ、西面の別の箇所に、ビットオリオ・イマヌエーレ門、ポルタ・ビトリオ、エマヌーエレなどがある。本説では、ルッカ城壁内のいくつかの広場について解説する。市街の中ほどに位置するサンミケレ広場は、ローマ時代の公共市場、これをフォロという日期限を遡る。 四肩を建物に囲まれ、広場の真ん中には工事する三味系レインフォロ、教会鎮座している。広場の南面にある建物は、パラッツォ・プレトリオ、プレトリオグーといい、ルネサンス期の比較的簡素な建築である。パラッツォ・プレトリオは一階部分が、ロッジア状になっており、そこにはの座像が飾られている。教会の南側に立っている像は、像、渦、 市街の北部に位置するアンフィテアトロ広場、ピーツ・アンフィティートロは、ローマ時代の円形闘技場の遺構を再利用した広場である。周囲をアンフィテアトロ通りに囲まれた大円形のエリアにあり、アリーナであった広場と、その外周、観客席の部分にある住居で構成される。なお、アンフィテアトロは、円形劇場とも訳されるが、本校では、円形闘技場で統一する。 期限は一世紀の円形闘技場で、長い歴史の中で様々な利用形態に転用されたものの、最終的に現在は居住施設と広場になっている。古代ローマを期限に持つ都市では、円形闘技場の移行の住居などへの転用は、中世においては一般的であったが、現在において遺跡としてではなくこのような様態は珍しい。もっとも1838年に再開発が、 行われるまでは、広場の部分はすでに建物が建ってしまっており、アリーナの形状が跡形もなかった。この再開発で市場になったが、今度は屋台などに占拠されてしまい、結局1936年、1972年の2度の移転でようやく現在のような状態になった。現地で大変の有様を上空から見学するには、 南南島にあるクイニージュの島の頂上から見るのが良い。市街の南部に位置するナポレオーネ広場、ピーツェナポリオネは、ルッカ広告時代にその名が付けられた広場である。広場の西面を除いた3面は樹木が植えられ、中央には彫像が建てられている。西面のビットリオベネト通りを挟んだ向かいには、ドゥカーレ宮殿があり、現在は庁舎になっている。 毎年7月の数日は、ルッカサマーフェスティバルの会場になり、通りを封鎖して舞台が設置される。ルッカには、ロマネスク様式のいくつかの聖堂が、現在も残っている。これら聖堂の縁には、ロマネスク以前に遡るものがあるが、常実の歴史において市民に代表権が移行した12世紀末、頃に、相次いで、マネスク様式に改装されたものである。このタイミングについては、 大聖堂、教会の権威と大聖堂を除いた、サンミケ・レインフォロ教会及びサンフレディアの聖堂、市民主導の対抗意識も反映しているとされる。口述する大聖堂とサンミケ・レインフォロ教会は、ロマネスク様式の中でも特に、ルッカ様式と呼ばれる特徴的なファサードを持つ。これは、ピサ大聖堂のような多層のギャラリーを持つものの、 さらに造眼や浮き彫りも付加された様式である。材料の大理石や蛇紋岩は近郊で調達され、このように明暗の多色を用いた理由としては、視覚的効果及び装飾的効果を狙ったものと考えられている。なお、類似の装飾は中世後期のものがトスカーナには多く現存している。ルッカ大聖堂、正式名称3、マルティーノ大聖堂、コティドロレイディアイ。 サンマルティーノは、南城壁の近くに立地しており、その起源は6世紀で、現在の聖堂は1070年、アレクサンデル2世の剣道による。ファサードは13世紀初頭の。もので、後日のサンミケレインフォロ教会のそれと同じ人物、グイデット・ダ・コモによる制作で、ルッカ様式を見せる。この聖堂は、聖マルティーノの名を冠すだけに、ファサードには、聖マルティーノの彫像が、 またポーチの奥には、その生涯の場面を描いた彫刻がある。内部には、様々な名物があり、ティントレットの板へ、最後の晩餐、ヤコポデ・ラクエルチャによる、石棺の上に配置された、イラリア・デルカレットの彫像、ドメニコ・ギル・ランダイオによる、聖母子と聖人たち。などがあるが、1070年の剣道当時に大聖堂に、収められ、中世には、多くの巡礼を集めた、 は、外せない。これは振動に立っている、待って落ちびたあり作の礼拝堂のさらに中に、安置された木彫りのキリストの卓形像で、イエスの遺体を引き取って埋葬したニコデモの、作という岩茎。の、聖異物、である、画像は、外部リンク説のウナスケダスルボールとサンとを参照。サンミケールインフォロ教会、イタリア語、キエーザリーアイ、サンミシェルインフォロは、 中心にある三味系列広場内に立地しており、その起源は明らかでないものの、8世紀末には原型が存在していたと言われ、現在の教会は1143年に建設を開始された。ファサードは前期大聖堂同様の六階様式であり、13世紀初頭に制作された。上部には巨大な大天使、ミカエル像をいただいている。南ヨ廊の塔は、 トスカーナ風のロンバルディア隊も見られる。内部は簡素なバシリカで、フィリッピーノリッピによる、イタ4人の聖人、アンドレアデラロッピアによる釉薬を使った、テラコッタ、慈愛の聖母などが見学できる。ジャコモ・プッチーニが、オルガン奏者を務めた時期もあるという、サンフレディアーノ聖堂、イタリア語、バシリカディアイ、サンフレディパーノは、市街北部、アンフェテアトロ広場の近く、 北西に立地している。紀元は6世紀末のサン・ビンチェンソ聖堂、キエーザ・ディ・アイ・エス・ンチェンソであり、7世紀末に地元の聖人フレディアーノに捧げられた。現在の聖堂は1112年から1147年に建設され、ファサードの特徴的なモザイクが、キリストの焦点は13世紀頃の制作である。この聖堂とアンフィタトロ広場はから世紀の 死壁拡張までは壁外にあった。建設資材は近所にあったアンフィテアトロ広場の前身、円形闘技場の部材が多く転用され、それらは内部の空間に円柱や中東という形で現存している。新郎南にある祭室にはデンド・ペアデラロッビア作の釉薬を使ったテラコッタ受体告知が壁面上部に、その下の床には モーセの物語の浮き彫りが施された円形のアライライバンがある。サンピエトロソマルディ教会、イタリア語、キエーザ・ディサンピエトロ・サマルディは、市街北部、アンフテアトロ広場の近く、東に立地している。紀元は8世紀と言われ、現在の建物の着工は12世紀で、ファサードの制作は13世紀である。この教会も建設にあたっては、近所にあった。 円形闘技場の部材が一部で使用された。ルッカは14世紀初頭、壁内に100を超える塔が立ち並んでいた。現在では入場可能な塔は2箇所になってしまったが、そのうちの一つがグイニージの塔である。アンフィテアトロ広場の南南塔に位置し、高さは41メートル、頂上にはなぜか歌詞の木が植わっているという風変わりな塔である。渦は、 上部から北を向いた長望。左側に見える修道のついた建物は、サンフレディアーノ聖堂で、中ほどに見えるカーブを描いた建物群がアンフヒテアトロ、広場。この塔から東へ向かったところで交差する、南北に伸びる街路がグイニージ通りである。ルッカは13世紀末まで、特に1150年から1270年建築と、美術で優れ、特に板絵のジャンルでは、 フィレンツェやシエガも及ばないと言われるほどの流星を誇った。現在も市内にいくつかの美術館や博物館を備え、また文化行事も行われている。本節ではこれらを取り上げる。先日したナポレオーネ広場のサマーフェスティバルの他にも様々なイベントがあり、そのうちのいくつかを紹介する。ルッカには81の分離集落がある。 プロサッカークラブである AS ルッケーゼリベルタス1905が本拠を置く。2017から18シーズンはセリエ C3 部リーグに属する。ルッカには空港が存在しないため、イタリア国外から訪れる場合は、近郊の街から電車、または車で移動することになる。近隣の街とはフィレンツェ約65キロ、ピサ約25キロであり、 それぞれ電車では1時間半30分といった所要時間である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。